から激しい風と雨に襲われておりまして、その中でこのシーザースパレスの屋外特設会場、この後 WBA 世界バンタム級タイトルマッチ、リチャード・サンドバルとホセ・ゲビー・カニザレス、世界1位のトップコンテンターのバンタム級タイトルマッチ15回戦、そしてトーマス・ヒッターンズとジェームス・シラーの北米ミドル級タイトルマッチ12回戦、そして3つ目が世界ミドル級統一チャンピオン、あの鉄の男、驚異の男、マービラス・マービン・ハグラーとザ・ビースト、ジョン・ムガビ・ウガンダ、26戦全勝全 KO 勝ちのこの3つのタイトルマッチが行われるわけであります。世界ミドル級タイトルマッチ、マービン・ハグラー対ジョン・ムガビ、 WBA、WBC 世界ミドル級統一チャンピオン、マーベラス・マービン・ハグラー、65戦61勝2敗に引き分け、61勝のうち51の KO 勝ちがあります。ここまで10年間負けがありません。無敵のチャンピオンです。対するは WBA 世界ミドル級1位、ジョン・ザ・ビースト・ムガビ、26戦26勝26 KO 勝ち、なんと KO 率 100%、 最強のチャレンジャーです。続いて北米ミドル級タイトルマッチ、トマス・ハーンズ対ジェームス・シュラー、 WBC 世界ジュニアミドル級チャンピオン、トーマス・ヒットマン・ハーンズ、42戦40勝34 KO 勝ち2敗。対するは WBA、 WBC 世界ミドル級第1位、ジェームス・ブラック・ゴールド・シュラー、22戦22勝16 KO 勝ち、まだ負けがありません。注目の一戦です。さあ姿を見せました。 WBA 世界バンタム級タイトルマッチ、この試合は15回戦で行われます。リチャード・サンドバル、そしてホセ・ゲビー・カニザレスが共にドレッシングルームを出ました。これがカニザレスであります。挑戦者です。 WBA 世界バンタム級のトップコンテンター1位のカニザレス、34戦して32勝 25KO、 高い KO 率を誇ります。ホセ・ゲビー・カニザレス、ともにアメリカの選手でありますが、このカニザレスがタイトルを奪取することができるかどうか。まずは日本人に、サッサン、はい、非常に馴染みの深いバンタム級というクラスだけに期待したいです ね、興味深いですね。あの立派なチャンピオンのファイティング原田、はい、がいたクラスですし、はい、我々日本人も非常に馴染みの深い黄金のバンタムがいましたし、はい、からローズギアのマジスティもいましたし、そうですね、非常に親しみ深いクラスですね。よくれやめですわよね、はい、ははさっさん、これはリチャード・サンドバル、チャンピオンの入場はご覧のように非常に、これは雨を計算に入れてかもしれません。靴を濡らす前としてそうですね、トレーナーが抱きかかえまして、今リングに向かっております。黒いガウンに身を包みましたチャンピオンのリチャード・サンドバル、29戦して全勝です。 17KO をマークしております。幻のモスクワオリンピックアメリカ代表の一人でしたリチャード・サンドバルであります。非常に細かい神経を使います。そのチャンピオンサンドバルコーナーの陣営でありまして、靴が濡れてはいけないということで、ご覧のようにずっとドレッシングルームを出た時からトレーナーが抱きかかえまして、リチャード・サンドバル歩かずにリングに登場であります。今ようやくそのサンドバルの一歩一歩がリングに近づいたところであります。チャンピオンのリチャード・サンドバル、今年25歳、29戦29勝17 KO、 そしてこれで JB カニザレスは34戦して32勝2敗25 KO であります。このラスベガスでも非常に大きな人気を掴んでおります。
チャンピオンのサンドバル、なかなかマスクもいい選手です。そうですね、はい、両方ともメキシコ系のアメリカ人なんですね、はい、でだいぶスタンドにもそういうそのメキシコ系のファンがいるようですね、大きな声が出てました、はい、ところでサッさん、この試合がですね、はい、8オンスのグローブなんですよね、はい、これがバンタム級の、はい、試合にどう絡んでくるか、はい、メキシコ製ですがね、あのサンドバルっていうのはもともとパンチのある選手ですね、パンチのある選手にとっては重いグローブとは不利になりますね、そういうことでしょうね、自分のパンチを生かせなくなるわけですから、はいはい、試合前のチェックが行われております。顎ひげを武将ひげのように蓄えておりますのがカニザレスであります。 WBA 右側です。世界バンタム級1位のトップコンテンターのゲイビー・カニザレス、今日のこのタイトルマッチファイトマネーが12,500ドル、225万円、一方左側チャンピオンのサンドバルが37,500ドルでありまして675万円、やはりこの後登場する、ハーンズやハグラーに比べますと一桁も二桁も違うバンタム級のファイトマネーでありますが、さあ好試合を期待したいところであります。まもなく第1ラウンド開始のゴングが鳴ります。第1ラウンド開始のゴングが鳴りました。白いトランクスが挑戦者のカニザレス、そして黒いトランクスがチャンピオンのサンドバルであります。相変わらず雨がこの放送席を叩きつけます。ラスベガスのシーザースパレス屋外特設会場、左をぐっと伸ばしていきました。チャンピオンのサンドバル、リングの中央でやや接近戦、ショートレンジの応酬になりました。こうして見てますとサンドバルは典型的なアウトボクサーですね。左がよく伸びてます、はい、やる気がすごいですね。一方ちょっと風貌が あのオリバレスを思わせるような挑戦者のカニザレス、白いトランクスです。ちょっとバンタム級じゃないみたいですね、この本当にそんな感じがします、ね、はい、左がよく伸びております。第1ラウンドのチャンピオンのサンドバル、雨の中のこのシーザースパレス屋外特設会場、放送席びしょ濡れであります。もう資料も何も全く使えなくなってしまいました。気温が10度と発表されております。かなり寒さが体に伝わってまいります。リング上は世界バンタム級タイトルマッチ第1ラウンド、展開が変わりません。お互いに左を伸ばし合いであります。きれいに伸びました。左のジャンプストレート、チャンピオンサンドバルのパンチ、おっとやや下から突き上げました。組みのパンチ2発、カニザレスであります。白いトランクスです。おっといい連打、連打を持っていきました。カニザレス、あのストレート、ナイスパンチ、カニザレスのパンチでした。また見事もう一発当たりました。止めた、おっとさあ後ろに下がるぞ、下がる、チャンピオンがダウンでやります。第1ラウンド雨の中のラスベガス、バンタム級の世界タイトルマッチ、早くも波乱のシーンが見られました。バンタムのパンチありませんね、全く。すいません、本当です。立ち上がった、さあファイト続行だ、時間はまだあるぞ。なんとかこの第1ラウンドワーストラウンドを乗り切りたいチャンピオンのリチャード・サンドバルですが、苦しい展開です。おっ今度は右が伸びた、右の左のフォロー、あーいい連打、何か波に乗ってまいりました。ゲイビー・カニザレスであります。左のダブルトリプル、苦しいですね、チャンピオンのサンドバル、どうも、はい、反撃しようとしてるから余計まで押されるんですね。苦しい時こそサンドバル、あの回復走を見せたような左のリードパンチが必要なんですが、ダメージがかなり大きいんでしょう。左が止まっております。逃げないんですね、また距離を詰めていきます。体ごとぶつけていくような攻撃を見せましたカニザレス。第1ラウンド終了、チャンピオンのサンドバル、ダウンを喫した第1ラウンド、かろうじて乗り切りました。ユガラムーブ、ユガラムーブ。さん、はい、あのダウンにつながったカニザレスのパンチをもう一度分析していただきたいんですが、もちろん左フックは強いんですけれども、右のクロスですね、はい、でそのチャン
チョンが左ほとんどするときに右のクロスがかぶさってくるんですね、思い切り腰が入ってる、はい、プロですね。あのハンドバルがね、あの出だしの左は完全にカニザレスにプレッシャーをかけたかと思ったんですが、カニザレスもただもんではありません。しかもこのチャンピオンがですね、もう圧倒的な劣勢に立ってるのにですね、はい、逃げないんですね、逃げずにせめて活路を開こうとしてるわけですから、はい、これはちょっと15回まで行くともありませんね。どちらが勝つにしても、83年にはあの日本の村田英二郎選手が挑戦した、日本の皆様もご記憶のチャンピオンジェフ・チャンドラーとグローブを交えましたカニザレスですが、この世界タイトルマッチは判定で敗れております。さあ今日はどうでしょう、サンドバルからタイトルを奪取することができるかどうか。第1ラウンドダウンを奪っておりますカニザレス、その世界バンタム級のチャンピオンベルトが一歩挑戦者のカニザレスに近づいた感じです。第2ラウンド、相変わらず雨が横殴り激しく、この放送席雨に襲われております。リング上は屋根があるんですが、時々水がポタッポタッとされております。リング登場のこのシーンをご覧いただいたように、チャンピオンのサンドバルはほとんど歩かずにトレーナーが抱きかかえまして、シューズを濡らさないように最新の配慮をしたんですが、左膝がくらぐらっとした、これは持ちこたえましたサンドバル。今日のサンドバル危ないぞ、左から右、またバランスが崩れました、バランスが崩れた、左が出ましたけども勢いがありません。チャンピオンサンドバルのパンチであります、この左勢いがありません。第1ラウンドダウンを切っております。チャンピオンの黒いトランクスだ、また打たれてる、また打たれてる、チャンピオンが打たれます。あのカニザレスの右はあの体重が乗ってる、はい、してるんです、ね、本当にあのガーンと伸びていきますね、はいはい、あの近くに行きますからね、まともにガーンと行きますから、そのままだと避けられませんね。ストレートをジャブにコンビネーションして、あの下から突き上げる、はい、クイーンの左の強烈で、はい、レイビーカニザレスであります。 WBA 世界バンタム11位トップコンテンダー挑戦者のカニザレスであります。第1ラウンド常にその左から右のクロス右のストレートでダウンを取っておりますカニザレス、またちょっと足の運びが乱れてまいりました。チャンピオンのリチャード・サンドバルであります。サンドバルがもっと苦しい展開で足を使う、あるいは左で場を取る、そういった展開に出るかと思いましたが出ません。また強烈なワンツーブロー、ワンツーフック、2人ともどちらかといえばですね、ケガから言ったら不遇な選手なんですね、はい、大きな試合目を上手くてないという、これだけの試合をするんですか、いいですね、かなりそのアメリカのボクシング界の層の厚さ、はい、そういったものを感じます、はい、ファイトバネがやってくる感じがいたしますね、はい、お小さい左のフック、サンドバル、しかしサンドバルのパンチがいわゆるあのコンビネーションされません、はい、バリエーションされません。サンドバル、また左、左手にパンチがサンドバルのテンプルの当たりを捉えております。挑戦者カニザレスのパンチであります。右から入りました、そして左、そしてもう一回右とコンビネーションいたしました。ゲイビーカニザレス、第1ラウンドダウンを取っているゲイビーカニザレス、今第2ラウンド終了のゴングが鳴りました。このラウンドもサンドバル劣勢を巻き返すことはできませんでした。第2ラウンド終了です。リング上で行われておりますのは WBA 世界バンタム級タイトルマッチ15回戦、チャンピオンリチャード・サンドバル、そして挑戦者がホセ・ゲイビー・カニザレス。試合はこの後第5ラウンドに進むわけであります。相変わらず雨が降り続いております。ラスベガスのシーザースパレス屋外特設会場、今日の気温は10度であります。1万5200という客席でありますが、さすがにこの試合だけは雨なんかその道路行の言っていられない、お客様で渦まりました。ゴングが鳴りまして第5ラウンドに進みました。佐々木さん、第4ラウンドでちょっとサンドバルが体勢を立て直した感じが見られました。ちょっと挑戦者がちょっとその見るようになったんです、はい、攻め疲れてね、スタミナを消耗するのを恐れて、ちょっとそのメリハリをつけたっていう感じです、はい、はーはー、飛び込んでいくぞ、カニザレス今度は出るでしょう。先ほど入れた左フック、強烈、右側へ、危ない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 、すごいパンチだ、すごいパンチだ、おー
弱いとしか言いようがありません。ロープを取った、ロープを取りました、サントバル。サントバルの打ち返す。素晴らしい打撃戦であります。行っちゃうかと思いましたけどもね、よくだけで立ってるんじゃないでしょうか、ね、はい、第1ラウンドダウンを奪っております。左が急な足でストレート、ニュートラルコーナーに突っ込んで倒れました。チャンピオンのサンドバルとやります。サンドバル、さあ立ち上がりましたが、どうか。最後は右のストレートでした。ニュートラルコーナーに一連のワンライト突っ込んでいきました。さあファイト続行であります。右のストレートを伸ばしました。何だろう、凄まじい世界バンタム級タイトルマッチ。肩口でちょっと押すようにして距離を取ったサンドバル。サンドバルのコンビのフィラー、さあ右のストレート、右のストレート、左のフック、右のショートアッパー、でも谷の内のパンチであります。右のフック左、そしてもう一つ右だ。足を止めたまま足を動かすことができませんか。チャンピオンのサンドバル、今日が3度目のタイトル防衛戦であります。じわ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 バックステップになります。チャンピオンのサンドバル、さあチャンスを伺います。サンドバル右のフック当たった、打ち返します、打ち返します。サンドバル、まだ時間は十分に残しております。今度は右のボディ、サンドバル右のショートアッパー、ロープを取った、ボディを叩く、危ないんだ、気を捉えた、連打連打連打。さあレフリーがどこでストップをかけるか、そんな感じの展開であります。そんな感じの展開、レフリーはカルロス・パディーラ、サンデラスの公認レフリーであります。危ないぞ危ないぞ危ないぞ、サンドバル危ないぞ、依然として危ないぞ。あ、まだ手をいけない。サンドバルすごいです、すごいです、あ本当にすごい。カジナルスも右の目尻を切りました。血が一つにパーッと流れております。ボディを倒しました。カジナルス打ち返してますよ、打ち返します、打ち返します。サンドバル以上ないですね、これは10秒切りました。かなり激しい出血を見せております。カジナルスボディを叩く、お逆に相手の顔面を打ち返しました。サンドバル第5ラウンド終了です。第5ラウンド終了、素晴らしいラウンドでした。第6ラウンドが終わったところまでは一方的にポイントリードしておりますカジナルス。第1ラウンド、そして、第5ラウンドでしたか、2度のダウンを奪っておりますカジナルス。今ゴンが鳴りまして第7ラウンドに入りました。チャンピオンのサンドバル、第5ラウンドあたりから左を使いまして、ちょっとこう何て言いますか、まず防御を固めて、それから反撃という、そういうような動きを見せ始めました。本来の左が非常に多く出始めました。サンドバル、ジェフ・チャンドラーから1984年の4月15ラウンド KO でタイトルを獲得しましてから、エドガー・ローマ、そしてガルディノ・フリューは、これはキリの選手でありますが、この2人の挑戦者を退けまして、今日のこのカニザルスが3度目のタイトル防衛戦であります。サンドバル、相変わらず雨が降り続いております。それも大粒のかなり強い風と相まりまして激しい雨であります。シーザースパレスの屋外特設会場、もう放送席も機材その他がびしょ濡れであります。床はコンクリートでありますが、ところどころ池のように大きく水が溜まっております。さあ飛び込んだカニザルス、サンドバルももうこの辺りになれば、カジナルスのパンチが見えなければいけない、しかもですね、挑戦者の方がチャンピオンが反撃するもんですからね、浮かせに攻められなくなってきたんです、はい、でもかなり威力のある反撃ですからね、一気に行こうと思うと逆にこの脱線される恐れもあるということで、先ほど切りました挑戦者カニザルスのその目尻の傷、このところ今のところはそれほど大した出血にはなっておりません。チャンピオンは頑張りますね。しかしさすがにこれはもう世界の WBA のバンタム級タイトルマッチにふさわしい好ファイトです。例
ートでマッチョですね、これは。そうですよね、こんな感じがいたします。あー、カウンターだ、カウンターだ、右のストレート合わせるように出した、右のストレート強烈な感じのパンチ、立ち上がりました。サンダマル、ファイティングポーズを取りました。ファイティングポーズを取りました。あー、これはどうだ、また両名でダウンして立ち上がった。さあ、レフリーが覗き込む、ファイティングポーズを取った。さあ、もう一回のフィニッシュだ、もう一回のフィニッシュだ。あーっと、手を勝ち、カニバルスタイトル獲得です。飛び上がって喜んでます。世界バンタム級1位のホセ・エディ・カニバルス、見事な KO 勝ち、タイトルを獲得いたしました。それにしても、さん、見てください、ちょっと、敗れたサンドマルが心配です。そうですね、サンドのターンは余計でしたね。はい、当然2度目のターンでストップで仕方ないけどと思うんですけれども、はい、いや、それにしてもすごいタイトルマッチでしたね。サンドバル頑張りすぎましたね、これは。まだ意識が戻らないようです。リチャード・サンドバル、参加が運び込まれます。まさに名案勝者、敗者をはっきりと浮き彫りしております。このラスベガス、リザースパレスの屋外特設会場であります。まあ、かつてはルーベン・オリバルスという、まあ、ちょっと人間離れしたパンチの持ち主がおりました、はいはい、あの日本の金沢克義が素晴らしい ね、今谷片桐さんのこうタイトルマッチを演じましたが、あっと、KO タイム聞いてみましょう。 At 2 minutes 47 seconds of the 7th round, the winner by a TKO and new WBA Bantamweight Champion of the World, Gedi Kanizawa。 カニザレス新チャンピオン、25歳、アメリカテキサス州ダルド出身の新チャンピオン、ゲイビー・カニザレスであります。これで新チャンピオンとなりました。カニザレスの戦績は35戦して33勝 26KO となったわけであります。リチャード・サンドバル、チャンピオン、そのチャンピオンとしてのベルトとともに初の1敗を喫したわけであります。ベルトを手放すと同時に1敗も記録したわけであります。KO タイムが7ラウンド2分47秒でありました。それにしても本当に、それにしても、はい、強烈なパンチ、うちは2人なのに判定負けてるもんですからね、これほど挑戦者と思わなかったんですが、はい、やはりその間にいろいろあったんでしょうね、この人物にとってはね、どうしても勝ちたいという、救急車に運び込まれました、はい、救急車が横付けされました。新チャンピオンとなりましたホセ・ゲイビー・カニザレス、アメリカ、今リング上でインタビューを受けております。このラスベガスシーザースパレスの屋外特設会場のリング上、この後ジェームス・シュラー、幻のオリンピックアメリカ代表の一人であります北米ミドル級チャンピオンのジェームス・シュラーとトーマス・ヒットマン・ハーンズの北米ミドル級タイトルマッチ12回戦が行われます。さあ、いよいよ